上市村正樹です。さあというわけで、結局まあアマゾンでなんかこうねこういうもう丸くねあのもうガシャンガシャンガシャンってやっていくあのかっこよさ、あのかっこよさはこの手のやつ買ってからもうしょうないんかしゃんということで、まあ、見ていくんだけども、一番安くて1600円かと。これも結局まあトラスコっていうメーカーだね。あ、これもトラスコだ。これさっき僕が使ったようなやつだもんね。端っこが折りたたまりです。とかこうやってまあねもこう見ていくわけですよ、こうやって。ね、まあ、なんか1380円っていうのが出てくるんだけども、これちょっとね、レビュー読んだら、レビューって最初の方にいいこといっぱい書いてあるんだけど、悪いって書いてあるやつクリックしてから読むとかなりイメージが変わってくるとかね、その辺があったり、まあ、この辺はもう1000円以下のやつはもうと、あ、こんなやつは出てくるね。またトラスコで910円のカートンシーラースチールタイプ、これさっきのとこれとカートンシーラーポリスチレンタイプ、あ、 OPP はこっちしかダメみたいな話かな、ひょっとしたらかな、スチールタイプ、うん、わかんねえな、こういうところがなんかな、こうな、専門用語使えば使うほど僕らには買いにくいんですよみたいなね。で結局まあ積水のこの STS8個同時に買わんといかん217円のやつ、これ買うんかなと、もうね、ヤフオクで1個800円ぐらいで買ってもうさ、2つ欲しくなった時にじゃあまた800円使うかっていうと、これ8個買っといた方がってことになっちゃうからね、どうしようなみたいな。あ、これさっき買って失敗したやつに似てますね、似てますね。結局みんな似てるっちゃ似てて、よーくよーくこうしてね、僕が今6個使ってみた後にこの広告を1個ずつ見ていくと、あ、これはあのパターンだ、これはこのパターンだっていうのはだいたい分かるようになってきました。でこれとこれとこれはもう僕の中では分かっている感じで、これ最初に使ったすぐ折れちゃうやつね、ここはすぐ折れちゃうやつとか、まあ、これさっき買ったもんね。これ前も、なんだこれ。あ、ちょっと高いか。これなんでかよくわかんないんだけどね。昨日出てこなかった商品が出てくるんだよね、こうやってね。昨日こんなのなかったのにって一生懸命探してた時みたいなのが、たまにこうやって出てくる。OPP 外してこれ言ってるってことかな。これ。まあ、このページはいいね。あれ、なんだこれ、お、おろろろろ、654円アマゾンベーシック梱包用テープガン、特に OPP って書いてないからいきなり出てきたのかな、これってことかな、これは言っとくかい、言っとくかいっていう、654円、これ言っとくか、ちょっとこれカートに入れてみるか、うん、ほい、なんだこれなんだこれなんだこれ、1041円。これは昨日なかったな。でも今のと似てるか、似てるな、今のと似てるから、そうね、大体ねえだよね、ね、ね、なるほど、ちょっと、あ、いい感じ、いい感じ。僕の最新の、結構売れてる本と、しおりエクスペリエンスの最新刊、
あ、これ最新刊じゃねえや、ちょっと前のやつだ、ちょっと前のやつ並んでるね、並んでるね、そしてこれまた僕が最近売れてる本ですと、これない、あ、これさっきのか。そうね、これか、これか、そうだな、まあ、さっきの600いくらのやつに似てるね。今のところレビューはないね。でこの名前が微妙になんかね、フェンダーとフレッシャーみたいなうーん、そうね、はい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 。あとね、まあ結局ね、こうやってね、台に置いてこう据え置き型、もうある種僕の、僕が自分で使っていくには据え置き型でこう指でこうやって引きちぎって貼ってくっていうんで、もう別にまあ構わないっちゃ構わないんだけども、あくまでもあの宅急便屋さんみたいに片手でビーって引っ張ってビーって片手で切るみたいな、あれをやりたいところのそのね、実作業というよりもやりだして乗りかかった船だから行けるとこまで行ったろかしゃん、行きたいじゃないかっていう、ちょっと専門的にある程度深く知ってみたいじゃないかっていうところに、入ってしまっているのでと。あ、これ何、先っぽだけ、あ、高えな、855円、高えな、で結局まあこいつとアマゾンで、結局まあこのアマゾンベーシックっていう654円のやつ1個と、積水の STS が8個、2816で、2000円超えるので、2390円になるので、これで一応配送料無料で買うことはできますと。さあもうこれ買うかなっていう気分になってるところに、プラスこいつはちょっと今回は一応後で買うってことにしといて、でそもそもその積水の STS ってやつは一体どんなにすごいのかとね、なんかここのここでグッて押し上げて輪っかを止めて、で回すときは力が緩んでここでなんか止まるみたいなことが、なんかよくわかんないけどそういう文章が書いてあったんですよね。まあまあ買ってみなわからんねやけども、とこれじーっとこうやって見てたらね、なんとね、なんかね、なんかね、さっき俺がダメだって言ってたやつこいつそっくりじゃんなんかここにシール貼ってある、カッターバ注意って書いてある、このシールのなんかシールはちょっと変わったんやけども、なんか見た目が似てるなぁとね。でこいつが要は角度が違うのかな、あともしくはこの感じがもっとビロンビロンと向こうにこう開いてる感じなのかな、ぐらいで効果一緒だったらどうしようとか思いながら、今度逆にさっき言った据え置き型ってあるよねとね、根本的に言えばこういう普通のセロテープのこういう据え置き型のこうやつって、こっちから指入れてこうやって取ってこうやって切るでしょ、とこいつ一応戻らないわけじゃないですか。上からこうやってつまんできました、下にグッて押さえました、切りましたになった時にここにテープがくっつくからこいつは動かないわけですよね。とりあえずその宅急便さんがパシコンパシコンって片手でやるってやつから離れて、段ボールだと工作しやすいから使うだけなんだけど、これ実はこれ幅ちょうどいいちょうどいい幅、これで要は、まあ、自作できるんかなということですよ。こういうふうにしてこいつ通りなものが
いとも簡単にできちゃった。ひょっとしてあのお金を使いたくないわけじゃないんですよ。安物買いの銭失いをやってるわけでもないです。高いやつ買えば最初から早いじゃないか、じゃないんですよ、じゃないんですよ。物の価値って金額と用途と、その用途っていうのは自分のための用途と社会一般大勢の皆さんに対する用途っていう2つがあって、そこの価値観と便利度っていうのは、便利度っていうのはこいつをセットしにくいかしにくくないかはここでは問わないわけよ。あくまでも使いやすいかどうかを今集中的に探しているわけですよ。セットしにくいとか、すぐ壊れやすいとか、歯が危ないとか安全だとか、そういうのは置いといてで一個のことを追求してみないとっていう、そこをやっている。あ、これあれだ、他の商品ってここの歯の内側は何にもないんだけど、この商品だけ歯の内側のここがあるから、すなわちセロテープのこれと同じ仕組みってことになるからだね。こうしておお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 、あ、でちょっとでかかった、でかかったけど、むしろでかかった方が良かったかも。お、あ、こいつぐるぐる巻きにしてみるか。ぐるぐる巻きにするには何を使ったらいいの？そうです、 OPP テープです。万力だ、万力できました、できました。今日はえらいことにはなってますけども、ある程度重さも必要だし、なんかいずれ真剣に作るとしたら、まあ、買った方が早いとは思いますけども、いずれ、ね、これでテープが取れれば。できますけども、あー、これ左利きの人だったら最高。あー、左利きの人最高な品物、右利きの人には大変。すべてのこういう商品はこっち向きになった時に右側に壁があって左側には壁がないから、右利きの人にはここが邪魔、左利きの人にはここがないから、こうテープを救える。左利き用のこれ売ってませんか、どっかに売ってませんかっていうか、もう据え置き型を買えっていうことに今なりつつあるけど、ここ削るか、そこまでしてこの段ボールのこいつを、すっげえいいよこれ、すっげえいいもんできてるよ今。見た目がかっちょ悪いだけでめちゃめちゃいいものできてるよ今。向こう側にこうやって、右利きの人は向こう側にこうやって引っ張るとしたら、ここでこうやってつまんで、でこれあの危険な、何、安全なんとか装置がついてるやつだからね、こっちで取ってどうぞって出して切れと。あとはアイディア的なものだとするならば、これこのままで据え置きでもなく、他の1000円以上の商品も買うことなく、買うけどね買うこともなく、この状態でこいつが使ってない時は動かないようにするアイデアを、このね STS っていうやつじゃない方式、もしくはその方式を使ってでもいいので、使ってない時にこいつがもうこっちに戻らない、動かなくなる方式を考えついて、それを作っちゃえばいいってことになるよね。まあこれはまあ一応ダメってのは分かるけどさ、一応こういうやつでさこれに近いことになればいいわけですよね。自動で使ってない時は止まっちゃうっていうことになればいいんで。
局こうやってさ、この状態でさ、こいつがくるくる回る時点で一応この商品はその STS ではないわけだよね。ね、この状態でこいつが回らないようにスポンジ挟むとかさ、あ、これでいいのか、これでいいのかもしれない。あれ、ちょっと待て、ちょっと待て、お兄さん、え、あ、これでいいよ。マジですか。ここに1枚スポンジ挟めば、1枚スポンジ、適当なスポンジ挟めばこいつ動かない。でこいつは行く。解決しちゃった、しまった、解決させちゃったよ。まあ、このスポンジがいつかこう落ちることもあるっていうね、その想定の上でだな。分厚さの問題だ。適当にその辺に転がってたスポンジ、なんかのマイクロフォンの蓋っぽいけど、まあ、両面テープかボンドかなんかでこう貼ったとして、あといかがいいのかな、こうやって貼ったとして、どっち向き、こっち向きにこうやってスポンジ入れたとして、完璧。どうしよう、完璧じゃん。完璧だよ。まあいいや、あくまでも自作して自分で DIY で何とかするコーナーではなくって、販売されてるやつの中で、安くって2000円は出さないつもりの感じの金額で一番いいのはどれだを探しているコーナーですから、注文はしますけども、どこかのこういう文房具とか、100均の製品を作っているメーカーの方、僕のアイデアで、ぜひスポンジ付きのテープカッター制作しましょう。連絡ください。皆さんはスポンジ1個でこれはできます。じゃあ、何チャンネル登録と、良いねボタンとコメントよろしくお願いします。コメントであの製品がいいですよっつっていきなり3000円以上の製品を名指ししてきてくれても、そういうことでやってるじゃないからね。ね、あそこの製品の何々が一番いいんですよ、宅急便屋さんはあれ使ってるんですよって、それをやってるんじゃないからね。よろしくね。